皆様こんにちは、戸松遥香です。はい、今回も DVD 特典映像もうとうとう最終回ということでですね、今回はいつもと違う、とある駅にやってまいりました。こちらです。どー、仙台駅です。はい、仙台と言いますと、カンナギがですね、物語を進めていくにあたって必要不可欠な存在となってしまいました、あの場所です。聖地巡礼を今日はしていきたいと思っております。とは言いましてでもですね、実は私、何をすればいいのかということをですね、全くと言っていいほど聞いていないのですけれども、一体何をすればいいのかなっていう、ただいただいてるのはこのカメラだけっていうことで、なんかいろいろ撮ってきてくれということよ。すごい目が死んでるけど大丈夫？寒いんだけど、うん、寒いね、ちょっと寒いね、うん、はい、あ、なんだいこれは、なんかよくわかんない、よくわかんない、あ、でもこれってほら、あれだ、カンナギで使われた、ね、ところで実際にあるって言われてるところだよね。そうなの。はい、車に乗ってください。え、車に？とりあえず車に乗ろうかって書いてある。車に乗るということで、はい、じゃあ早速向かってみるか。 OK、どこ行くんだろうね。ね、なんかすっごい揺れてるけど大丈夫ですか？始まってあっという間にこの展開でちょっと自分混乱してるんだけど、大丈夫かな？ね、新幹線降りたらすぐね、なんかすぐ車みたいな。聖地巡礼っていうことで。うん、そう、私フリップを渡されたんだけど、うんうんうん、あ、ね、ここに行けってことなんだよね。あれだよね、実際さ、カンナギのほら舞台ってほとんどこう現実にあるものを実際に使って、うんうん、あの撮影の作ってるっていう話だから、実際にこの場所があるっていうことなんだよね。そうだよね、うん、行ってみたいなと思ってはいたがね、うん、そう、ここで写真を撮るらしいよ。あ、写真もね、うん、そっか、じゃあせっかくだからここの場所で記念撮影をするっていうことだね、うん、てかバス中で撮影ってうん、すごい初めてな経験だよ、面白い、うん、ねえ、うん、あ、ほらほら、この辺じゃない？この辺？ねえ、多分そうだ。そう？うん、多分、うん、着いたよ。おー、陸前高砂駅というところに来ましたが、なんかさ、どれだっけ？ね、これだよね、なんかさ、すごいさ、ぽいよね。ぽいぽい、多分さ、これ、踏切とかがあるから、なんか踏切のあの辺のさ、どことか渡っていくとすごいありそうな気がする。じゃあ行くか、行ってみるか。ここは見つからない、ね、このなんか駅っぽいなんか渡り廊下みたいなものが多分あったー。あったー、すごい、あったー、じゃあテンション上がる。すごい、あー、すごい、ここだー、あ、ここだー、ここだよー、ここだね。すごい、まんまだ、うん、何もかも同じだよ。あ、すごいね、すごい。ここら辺かな、どうだろう、どういい感じかな。よし、じゃあここでいい感じかも。よし、じゃあ撮りますか。うん、いくよ。はい、チーズ。次どこ行く？ここじゃない？公園ね、なんかアニメにもちろんだけど出てきたね、うん、すごく日常的な公園ですが、行ってみましょう。さて、うん、この付近だと言いますが、ね、そろそろね、なんからしい、うん、らしい雰囲気にね、なんかっぽいよね。そう、すごいっぽい、なんか今にももう出てきそうな雰囲気になってきたのですが、こっち、こっち、あったな。しかもちっちゃい子いるし、すごい、ちょっと行ってみよう。あ、すごいすごい、えほらほら、あの看板とかそのまんまじゃん。スピード落とせ、学童を注意。家の雰囲気とかさ、ね、ね、ここでこうやって子供が遊んでる様子とか、すごい、まんまだもん、すごいね、すごいね、うん、では、はい、記念撮影を、はい、かな、はい、ではどうする？じゃあなんか面白いポーズするか。そうだね、イエーイ、ハメッチングビーム。行きたいよ、ここ、ね、向こうの方かな、うん、じゃあ行ってみますかな、行きますか。
実際に来るのは初めてだけど、なんかこう何度も来たことのあるような感じがするのはなぜだろう。あーすげー、ちょっと待って、ちょっと待って、すごい。なんかさ、ザンゲちゃんとかさ、そうだよそうだよ、いたよね、ここ、うん、いた、ここに来た、来たよね、ここにいた、いたよね、ここでジン君にそうちょっとなんか、ちょっとなんかラブラブしてた、そうラブラブしてたよね。あね、ちょっと日の光いい感じじゃない？何このさ、我々を出迎えてくれてるこの天気、ね、素晴らしい、ほわってしてるよ。おーここですな、すごい。あ、ここここここ、ね、ここおおここね、ここの道ジーンとか言ってる、ね、そう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 ね、あ、あったあった、よし、じゃあ記念撮影を、うん、するが、はい、ちょっと走りたいよね。じゃあ走って撮るか、走っちゃう、よし、じゃあ行くか、行くか、せーの、はい、チーズ。次に行くのはさ、花伏神社、うんうん、カンナギの、なんだろう、物語が進んでいくにあたって、うん、こう必要不可欠だったね、もう本当にメインね、うん、でもあった、うん、あの場所なんですが、多分いっぱい、うん、行ったことある人いるかもしれないね。そうだね、うん、すごくね、多分行ったこともあるよっていう人も多いのですが、うちらは初めてだね、初めて、うん、うん、やばいな、どんなとこだろう、楽しみだ。着いた、着いた、すごい。さて、着いた、着いたよ、わお、花伏神社に着きましたが、道が続いているので、このまま行きましょう。うん、この神社ね、あ、鳥居がある、あ、本当だ、すごい、神社神社、ちょっと感じが見えてきたけど、なんかさ、どうする、鳥居くぐってさ、神隠しにあったら、神隠し、なんかこう、私たち違う世界に、世界に来ちゃったよとか、行くぞー、わー、 あ、大丈夫、神隠しには合ってない、あ、普通に普通にいた、私たち、なんかさ、鳥居がもう一個あるから、そこくぐって行くと、うわー、なんか登山みたいでいいね、ね、このなんだろう、登りごたえのある一段一段のこの階段、結構来るね、ね、足腰鍛えられるね、うん、いいですね。お、なんかさ、うん、あっちっぽくない、ね、あれだね、っぽくない、あれだ、あの階段だよ、あ、おー、あ、この2段ずつなってるやつね、なんかすげー、ここだ、ここです、うわ、なんかさ、嬉しいね、あの見つけた時のこのわってなる感覚がすごい、なんか宝探ししてるような、うんうん、そんな気分になる。では、うん、これの記念撮影を、ここ、ね、いきますか、はい、じゃあポーズ取るよ、はい、チーズ。さて、では、はい、先には何がねがさ、こうやって立ってるよね、お参りしちゃおうよせっかくだから、ね、うん、ところで、ここはもうカンナギ2期のお祈りをしなきゃいけないんじゃない。そうだね、カンナギ2期が無事できますようにっていうお祈りをさせていただこうか、ね、じゃあお祈りもしたところで、ね、海とか見たいね、うん、あの丸い、なんだろう、あの丸いの、なんだか気になるね、すごいさ、明らかに不自然なさ、悲しい、あー、なにこれ、あー、なにだ、なんで、え、これ、え、なんで、なんで、なんで、なぎが、なぎが、なんで、なんで、いや、でもなんか嬉しいな、なんかここのね、神社にさ、本当にこうやってナギを書いていただけるっていうのが嬉しいね、うん、すごく、誰が書いたんだろう、うん、じゃあ、海見ようか、はい、せっかくだからうわー、なになに、見たいけどちょっとここで焦って転ぶと怖いから、ちょっと落ち着こう、すごーすごいよー、あー、すごい、久しぶりに見た海、いや、素晴らしいね、
あのなんか松山みたいなね感じがね、すごいね松山なんかこう久しぶりに海見れてすごい私感動してるよ今。いいね、もっと暖かかった海で遊べるのに ねちょっと待ってよ、いやいやいみたいなね、やりたかったね。はい、というわけでね、たくさんのカンナギの舞台となった聖地巡礼をしてきたわけなんですけれども、うんうん、どうだったここまでやってみて。そうだね、うん、本当に仙台来ちゃったもんね。ねー行きたい行きたいとは言っていたが、うんうん、本当に行けるとは思ってもいなかったから嬉しいね。そうそう、でね、うん、私一つ心残りがあるわけよ。うん、うん、なんかまだ行ってなかったっけ。そう、うん、まだねやりたいことが一つ残ってるの。うんうんうん、そうだから行こう今から。今から行く今から行っちゃう、うん、付き合ってちょっと。うわ、分かった、じゃあちょっと黙ってついてくよ私、うん、よし、じゃあ行こう。お、分かった、うん、行きましょう。着いたよ。着いた。ちょっとあれを持ってきてちょうだい。ちょっと、もしかしてこれ仙台でやるっていうこと？はい、やっぱりね、うん、仙台に来たからには、うん、仙台の地元の人にね、うん、懺悔をしていただかないとということで。本当に、うん、本当にやるの？うん、あの体当たり取材ですよ本当に、うん、じゃあちょっと行きますか。もう行くの、うん、本当にやるの、うん、分かった、よし、じゃあ行こう。さあそうか、どうしようか、ね、どんな人に来てもらう、懺悔がありそうな人にさ、どうせかな、我々の周りだけあんまり人がいない気がするんですが、懺悔一回100円です。誰か兄さんいっちゃえよ、いっちゃえよ大丈夫だよ、いけるよいけるかな。すいません、懺悔を何かありますか。懺悔ちゃんかな。懺悔ちゃん、あ、言っちゃった、あ、言っちゃった、すいません。そうですよね、そうですよね。てか一体これは何だろうと思うよね。懺悔ちゃんの懺悔ってことだよね。懺悔を起こすね。懺悔1回100円です。いかがですか。来ないね、やっぱみんな懺悔。なんか変なおじさんが来たよ。どうも偶然ですね。タマメさん、偶然じゃないですよね。いやいや絶対。なんでここにいるんですか。お仕事は。いやいや、あのたまたま取りかかったら懺悔させてくれるっていうんで、はい、ぜひ懺悔したいこと。何かありますか。懺悔させてもらっていいですか。はいはい、ぜひぜひ。すみません、あの6巻で大変調子に乗ってお二人に迷惑をかけたことを懺悔したいんですけれどもこれを許してもらえるでしょうか。世界中の誰が許さなくてもこの懺悔ちゃんを許してあげます。ありがとうございます、許していただいたので、ぜひもうちょうど仙台にいるので、連れて行きたいところがあるのでぜひ一緒についてきてもらえませんか。いいですか、はい、嬉しい、いいですか、はい、ぜひこちらになります。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。こちらの2階なんですよ、はい、うわーすげー、おー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 、が名前は言わないよ、名前は言わないよけど、ちゃんと投げ、ちっちゃいんだけど大丈夫これ可愛い大丈夫、アニメの仙台店の店長さん、はい、お待ちしておりました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですけれども、はい、こちらよろしいですか。はい、すごいね。そうしましたら、こちら、はい、こちら、はい、おー、おー、かわいい、これ何？なんで？欲しいよこれすごい、木の精霊像だって。精霊像だ、ほえすごいよこれ。いや来てよかったね、ほんとねこれ買いなよ、これ欲しい、うん、あ、すごいね。アニメイトさんでしか売ってないんですか。そうですね、アニメイトでのみ販売しております。限定だって。ちょっと帰りに買っていかなきゃ。買うべきだと思うよ。うん、いや素晴らしいね。ちゃんと CD も置いてあるし、うん、ありがたいことで本当にすいません、はい、
ではサインをこちらの方にお願いできますでしょうか。了解です。じゃあこの辺に書く。うん、太ももに書いちゃう。太ももに書くか。イエス。おもっと向いてこっちにお前は誰だ。タカ子の気分だよよし、書けたよ。はい、じゃあ今度かなちゃん。はい、どうしようかな、どこに書こう。よいしょ。いや素晴らしいね。すごい、本当に。まあ、お願いを書かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今回はカンナギの聖地巡礼をしてまいりましたけれども、かなちゃん、うん、今日やってみていかがでしたか？そうだね、うん、本当に懺悔コーナーをやったっていうのが、うん、なんかすごい印象に残ってたけど。すごかったよね、あれね。本当にあれは一般の人に聞いて、声をかけてっていうね。仙台の方たちありがとうございました。ありがとうございました。結局ね、もう田辺さんの懺悔しか聞けなかったけれども、ね、あとね、今回の第7巻でですね、DVD も最後ということで、と同時にこの特典映像もですね、最終回というわけなんですけれども、まあ寂しいよね、すごくね。で、1巻からやってきたわけじゃない、ずっと。で、今までやってきてすごくこう印象に残ったこととかあったりする？そうだね、うん、毎回登場シーンがなんか奇抜だったから、うんうん、なんかそれをやってるのが楽しかった、うん、いろんなことやったよね。山川さんのさ、うん、なんだっけ、メガネかけたりサングラスかけたりさあと、なんだろう、怒鳴ってみたりね、怒鳴ってみたりね、うん、社長になってみたりね、そう、なんかいろんなことやってたよね。そうそう、トマツはどうだった、うん、そうだな、私は、あれだね、田辺さんの土下座攻めが忘れられません、うん、そうだね、もうあれは田辺さんはね、本当にすごすぎて、もう私のこう、なんだろう、頭の中に一生残ってくれる、そんな田辺さんでした、うん、はい、すごいね。でも意表疲れたよね。疲れたね、あれはね。でもすごい楽しかったね、1巻から7巻まで、うん、いろんなとこ行ってさ、うん、なんかいろんなことやって、ね、最終的にほら、まあ、ドバイは行けなかったけど、うん、でもいろいろできたしね、聖地巡礼できたわけだから ね、すごく楽しかったです、うん、はい、というわけで、仙台よりお送りいたしました。皆様、最後まで見てくださってどうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、お相手はナギ役の戸松遥と懺悔ちゃん役の花澤香菜でした。バイバーイ。